はいそれではあの、えー、名古屋大学大学院理学研究科附属ニューロサイエンス研究センターの森郁恵です皆様えー、本日はあのお聞きくださるということでえー、大変光栄ですよろしくお願いいたしますできるだけ簡単にお話をしようと思うんですがまあ、ちょっと難しいところはあまあ、ご勘弁ください。 まあ、それは大学に入学されて高校生であれば入学されてあの研究をされてください。よろしくお願いします。えっと、人の脳をあの知るために小さな生き物を研究する話ということなんですけど私たちが使っている、えー、小さな生き物というのは線虫です。体がが約1ミリの話なんですが、えっと、まず えーっとですね、これがあのまだコロナが課になってない時なんですけどうちの研究室の多分誰かのお誕生日で20人ぐらい今はメンバーいますけどもそのうちの一部ですね、えー、っとうちのスタッフはこの中野俊二、えー、講師 あと、塚田祐樹助教、それから松山博則、えー、特任助教、あと、えっと、最近はジャン・ムンソンさんっていう、あの、韓国人の、えっと、方も、えっと、うちのスタッフに加わっています、まあ。こんな感じです。研究室っていうのは、えっと、学部4年生以上、大学院生、それから、えー、研究員そ、それですね、それから、まあ、我々、我々、スタッフ。 で秘書さんもいいらっしゃいますでこういう人たちも、えー、と留学生で大学院で、えー、と勉強をしています研究もしていますで、まあ、突然なんですが神経回路は心の痛みを作り出すということを約まあ百年ですかね、えー、と前にいや100年以上前なんですけど えとスペイン人のカハールさんっていうのが、まあ、あの提唱したというかそういうことをにピンときたんです。でここに示してあります、えー、このスケッチはですねこれ神経あの動物の、えー、脳の神経細胞をスケッチしたんですね。でカハールさんっていうのは、えー、とお,お医者さんでしたが絵がとても上手で 画家になるか医者になるか迷ったっていう,うに伝に言い伝えられています。で彼は、えっとまあ、神経神経その、まあ、当時はもうすでに心っていうのは脳にあるってことは分かってました。なので脳を,脳を研究するとか脳の仕組みを知ることは心の営みが分かることだってことの意識はカハさんはあったと思います当然。 でこれ、よく見ていただくと、例えばこのまあ矢印で今示してますけれども、これがですね、これが一つの神経細胞です。で私たちはあの、まあ、専門用語でニューロンというんですけど、神経細胞イコールニューロンっていうふうに、私思わず言っちゃうかもしれませんけど、でこれが一つありますよね。で、この隣にもえっともう一つ神経細胞、ニューロンがあります。 でこの1つの神経細胞、よく見ていただいてもお分かりのように、ここは1本の、えー、と線のようになってます。で、ここがちょっと膨らんでますよね。で、ここのところがものすごく枝分かれがあります。えー、何が言いたいかっていうとですね、まあ、ここの図でも同じなんですが、神経細胞っていうのはものすごくあの1つの細胞なんですが、いわゆる丸くなくて、 いいろんな形をしていますそれでまあこれを詳細にスケッチして一つ一つの神経細胞は非常に複雑な形をしているんだけれどもおそらくその複雑な形をした神経細胞が何か情報ですよね情報ってこう非常に抽象的ですが情報を伝え合うことによって 心の営みを作り出すんだろうというふうにカハールさんは提唱しました。でそれがニューロン説というのものなんですね。で、それで1904年のノーベルー生理学・医学賞を受賞されています。で、ここでですね、カハールさんはやっぱりそ,のそ,そういう考えに行き着いたことは素晴らしいんですが、あのゴルジさんっていう多分高校生だと、 ゴルジ体とか細胞の中にあるってことはあの皆さんご存知だと思うんですけどもその,あのゴルジ体の名前のもとになったゴルジさんも1904年にノーベル賞を受賞しています生理学医学賞です。でゴルジさんはこのこういう複雑なありますねこの構造とか細胞がこれがユニットになっている一つの細胞がこういうふうに 複雑になっていて複雑な神経細胞すなわちニューロンがつな,らつながりがあるということでは,なかではないというふうに主張していたと言われています。でよく言われるのが、えっと、ノーベル賞の授賞式であのカハールさんとゴルジさんは話もしなかったとかいうのはあのまあそういうジョークみたいなのができています。本当かどうか私は分かりませんが。 ということで、神経回路を見ること、観察すること、神経回路、その神経細胞同士のつながり方、それを見ていくことが重要だっていう認識はですね、実は、カハールさんはこういうことをニューロン説っていうのを出してますけども、実はその、それがとても重要だっていうのは、多分ここの、ここ30年ぐらいの話だと思います。 でそこからもう神経科学、まあ、神経科学という学問ですが、それがものすごいこうなんかのいろんな人が、まあ、例えばマウスを使う、えーまあ、症状癌を使う、それから、えっと、まモンキーマカクモンキ,ーモンキーっというのはニホンザルですね。で、オサルスタンを使うとか、まあ、そういういろんな、えっと、動物種を使って研究が進んでいます。で、ものすごいことに今なっています。記憶 それから学習するっていうのはどういうことかとかそういうことの研究がされています。で、まあ、あの今申し上げたように神経細あのさっきのなんかスケッチから、まあ、急に抽象的になるんですけど神経細胞とはこの,この丸く表しておりますがシナプス結合をしています。この神経細胞とこの神経細胞はシナプス結合をしていて。 伝達私が言,うあの言いましたその何てか情報っていうなんかちょっとぼやっとしてるあの、まあ、コンピューター用語みたいな感じなんですけどこの情報はこのシナプスの方向に依存しますこちらのこの場合はこちらの細胞からこちらの細胞神経細胞に伝達が行われますで今あのシナプスっていうとですねこれは 実は化、えっと、学シナプスのことを言っています。化学っていうのは化学って書いて、あの科学理科の中の化学ですね。化学シナプスの場合は方向性があります。で、電気シナプスっていうのがあります。それはいわゆる細胞と細胞をつなげる、まあ、なんか穴を作るようなタンパク質があるんですけども。 その場合は両方構成です。例えばその化学シナプスであればこちらの細胞からこちらの細胞に小さな小さな物質を運ぶことができるしこちらの神経細胞からこちらの神経細胞にも同じように物質を運ぶことができます。 でもシナプスって世の中で、まあ、新聞とか、えっと、普通のちょっとした科学的な雑誌みたいなもので言われてるシナプスっていう,いうものはですねほとんどそれは全て科学シナプスのことなのでこういうふうに方向性があるというものですね。で脳というのはこのような神経細,細胞なんかこの漢字間違ってますけどすいません脳、えっと、複雑な 神経回路ネットワークからできているということです。でそれを分かっていただきたいというので結局小さな生き物の研究につながります。でまあおさらいですけどの脳の神経回路ではどのように情報処理が行われていて我々の意識ですよね無意識とか意識っていう意識 それから記憶、学習、意思決定。意思決定っていうのは選択肢が与えられて A、B、C とか与えられた時に A を選ぶのか B を選ぶのかっていうのを皆さんは無意識にも行ってるし意識的にも行っています。それを意思決定問題というふうに我々はえっと専門的には言っています。あと、情動っていうふうにあの言いますけど、これ英語ではエモーションなので、 まあ感情ですつまり喜怒哀楽。喜怒哀楽がどういうふうに決まるのか。あとは運動ですよね。うん、あの私も今手を動かしてるんですけど手を動かすそれからしゃべるので口が動いているそういうことがどういうふうに制御されてるコントロールされているのかっていうことが脳の神経回路で行われているっていう考え方です。 で当然ながら脳の神経回路がうまく動かないと精神疾患、自閉症、認知症などを発症するということは分かっているので神経科学において最重要な課題というのは神経回路でどのように、まあ、どのような仕組みでそ,のそれが動いているのかというか仕組みはどうなっているのか。 ということを解明することがとても重要だというふうに、えっと、現,在もう現在進行形であの世界中で研究されております。での脳の、まあ、神経回路の仕組みを知りたいわけですが仕組みを知りたいという時に仕組みには2つのことがあります。構造と機能ですね。 で構造というのは先ほども言いましたけれどもどの神経細胞がどの神経細胞と接合しているか接合というのは化学シナプスなのか電気シナプスなのかということを決めるっていう、まあ、ことが行われていて実はこれ、えー、と2015年以降ですね 国家プロジェクトがアメリカでもヨーロッパでも、まあ、日本でもそうなんですけど国家プロジェクトとして人の脳の構造ですね1000億この神経細胞から成り立っていると言われている人の脳ですねその構造を決めようというプロジェクトも進んでいますでちなみにですねこれからお話しする我々が使っている線虫ではでは 構造はてて決まっていまっいすそれからし当然知りたいのは機能ですよね脳の機能を知るそのために脳の機能を知るためには神経細胞がどういう働きをしているのかあるいは神経細胞と神経細胞のネットワーク構造がどういう働きをしているのか。 そういういことを知らなけければいけませんなので、まあ、矢印としてはこういうふうに構造から機能ってもう一応書きましたけれども構造と機能と両方を理解するということがとても重要になります。でいよいよ線虫の,戦中のまあお話をさせていただきますけれども土壌に住んでいる 既成、えー、性のない戦中です。我々が使ってる C、えー・エレガンスっていうのが学名です。C はセノハブダイテスっていう、まあ,あの皆さんあの覚えなくていいんですけど、セノハブダイテスっていう族の名前です。C。それから、種、えー、名がエレガンスです。多分これとてもエレガントなので C ・エレガンスというふうに命名されていると思います。 で体長が、ですねこれ大人なんですけど、ここから尻尾、頭から尻尾までが約1ミリです。で普段はです、ね、都合のよいことに、私有同体です、つまりこのこの線虫は、ですね普段は自分の体の中で精子と卵子を作って、自分自身の体の中で受精をします。 受精をして、ここに、えっと、ユーテラスって書いてあるんですけど、ユーテラスというのは、まあ、英語ですが、これ、子宮という意味です。なので、ここにいるのは、受精をした卵,卵ですね、受精卵が細胞分裂を始めているということですね。この,このバルバっていうところから外に、50細胞期ぐらいになったときに外に、えっと、なんというか、産み,だ産み落とすということをします。 で都合のいいことにですね、オスもいます。ここにちょっと写真はないんですけども、オス,をオスは精子しか作らないので、雌有動体の卵子とオスの精子が受精をすることで、いわゆる遺伝学ができます。で、都合の良いことに体が透明です。で、先ほどあの構造とか機能のお話をしましたけれども、 体細胞はこの1ミリメートルの飼有動体の体はですね959個の細胞からできているということも分かっていますこれが分かるまでに15年は費やされています、まあ、その方はノーベル賞を取っていますでその約千個ですね1000個の体細胞のうちの 個が神経細胞だといいうことも分かっていますちなみにここにあの体が透明なのであの名古屋大学に非常にゆかりの強いあの下村修先生がノーベル化学賞を受賞されたことはあの皆さんご存知かもしれませんけれども。 ノーベル化学賞ですね、2008年に受賞されました。その時の共同受賞者がマーティン・チャルフィー、えー、ま博士です。まあ、彼はアメリカ人でコロンビア大学の教授をされていますけれども、体が透明なので、オワンクラゲから取った GFP、これグリーン、えー、緑の蛍光タンパク質ですね。これを遺伝子として線中に組み込みます。 えっと、そ,ういうそういう技術が組み換え,え動物っていうのができるので組み換え線虫を作って多細胞動物で一番最初に光ったのが線虫の神経細胞でしたでそれを光らせたのがマーティー・チャルヒーさんで、まあ、この方は、えっと、下村先生と同時受賞を、えっと、ノーベル賞をされています。 で遺伝子はですね、全あの皆さん DNA、あの遺伝子っていうのは DNA の中に書かれてるっていうのはご存知だと思うんですけども、約2万個の遺伝子が存在ししすることも分かりました。これもあの全動物初です。で、行われて、でその後に、線、え、虫、ー、でゲノム配列全部決めたチームは、そのままですね、人の ゲノムの、えっと、配列の決定をするっていう方に行きました。で結局あの人の遺伝子の数をあのここで遺伝子っていうのはタンパク質を作る遺伝子の話ですが、まあ、約3万個ということです。でちなみに先ほども言いましたけども、えっと、人における神経細胞の数はまあ 1000億個だと言われていますあの誰も数えた多分数えた人がいないので分からないんですけどもそれに比べて線虫は302個しかないということも言えますが体の細胞がたったの1000個しかないのにその3割も神経細胞であるという言い方もできますそれほど神経系ですね神経細胞からなりにたつ神経回路 それは神経系って言うんですけど、えっと、その神経系がとてもやっぱり動物が生きていく上でとても大事だってことも分かります。で実は戦中の研究は1970年ぐらいから論文が出始めまして、いろんなことが分かりました。で、まあ、ノーベル賞に、まあの受賞に値するような発見っていうのもたくさん行われていますが、あの まあ、この先どうなるか分かりませんっていう感じです。あの皆さんあのだからあの、まあ、皆さん若くてあのマーティー・チャルヒーさんはちょっとあの写,真写真出しますけども、えっと、2回名古屋大学に来られています。でまあその959個の,あの体を作る細胞のうち302個が神経細胞ニューロンであるということを申し上げましたがつまりこれは全部分かっているので 全てのニューロンに名前がついています。で、これちょっと分からなくていいんですけども、あの、その名前がついてますよね。ここにちょっと分かりにくいんですが、ASIR とか AINL とか、この神経細胞がどの神経細胞とつながっている、シナプス結合しているか、というようなマップも、えっと、できています。 なので、この情報を、つまり、線虫をやる人間としてはですね、神経科学に限らず、この情報を使うことができるので、まあ、構造のデータベースはもうあるので、それを我々は使っているという状況です。だから、決めることは機能を決めればいいというような状況になっています。つまり、一つ一つの細胞のレベルで、まあ、 行動をどう,がどう,どうあの、まあ、コントロールされているかっていうのを解析できるっていうのがとても大きなメリットです。で、そのシドニー・ブレナーっていう方が、えっと、戦中研究がどうやって始まったかっていう、まあ、ヒストリーにもつながるんですがシドニー・ブレナーっていう方はですね、いわゆる分子生物学の創始者の一人なんですがシドニー・ブレナーが分子生物学を使って 今後、動物の発生ですね。発生学、それから神経系がどう動くことで、我々はの脳がどう働くのか。という、この、まあ、主にこの二つの問題をやることが重要であると。で、そのことをやるために、どういうモデル動物が必要かと考えて、C. エレガンスを選ばれました。 でこれはですね、たまたま、えーと、たまたまなんですけど、ノーベル賞を受賞受2002年に、えー、ノーベル賞を受賞されていますが、シドニー・ブレナー先生ですが、えー、残念ながら2年ぐらい前に亡くなりました。えー、と日本遺伝学会でお呼びして、えー、とノーベル賞を取られる1年前、1年半ぐらい前ですねに、お茶の水女子大学で講演をしていただきました。まあ、こういうい感じの まあ、この方ですで。これが若かりし頃の私で、えっと、この方が岡山大学の教授の、えー、香川先生で,でこの後ろにいるのが当時のうちの学生さんたちです。まあそのシュドニー・ブレナーが、えっと、イギリスでですね、えっと、研究室を立ち上げて「C ・エレガンス戦中」の研究を始めてその研究を始めて あ非常に新しい学問だったので1960年代ですそれはだったので論文は一つも出ていない状況ですねでもその分子生物学を使ってその生き物の生き物の,あの、まあえっと、発生学それから脳の仕組みを解明するっていうことになんていうかあの賛同した若い 人たちがみんなそのシドニー・ーブレナーの研究室に集まりまりしたでその中の一人が私のアメリカの博士課程の先生です。あの写真が後から出てきますけれども。でこれはですね2002年に、えー、っとシドニー・ブレナー先生と共同でノーベル賞を受賞されたジョン・サルストンさんがこのヒゲの方です。 でこれもなんか私もニコニコ笑ってますが今この木村光太郎君は名次第の教授をしています。で戦中の研究をしています。でこの辺の人たちも大学院生ですよね。でこの方と、まあ、同,同時期この方もそのシドニー・ブレナーの研究室にいたんですけど同時期にいたのがこの私の先生で。 まあこの方はノーベル賞を取っていませんが、ゲノムプロジェクトをすごい推進したので、まあ、ゲノムでノーベル賞が出るとしたら、私の先生はノーベル賞を取るかもしれません。で、まあ、こういうつながり、まあ、こ,のこの時は1998年なので、私がまだ助教授として、ちょうど名古屋大学に赴任して、自分の研究室をちょうど立ち上げた頃だったと思います。これは分子生物学会で、 で、横浜で行われたときの写真ですね。で、まあ、時を経て2019年に飛びますが <laughs> えっと、まあ、私はまあ、すでになんかもう年寄り的な感じになっていて、GFP ですね、グリーンあの傾向。 緑色蛍光タンパク質シンポジウムっていうのを名古屋大学、まあ、理学研究科で開催した時に、えー、マーティ・チャルフィ先生をお呼びしましたこの時は実は2回目なんですけど、えー、と名古屋におられるのが2回ですそれで私は初めて、えー、とワシントン大学の博士課程の時に指導教官だったロバート・ウォーターストーン先生も えー、ようやく日本に呼ぶことができたと。でこれはあの見てあの名古屋の方は分かると思うんですがこれは名城線に乗っています。で日曜日に、えっと、なんかちょっと観光できる、まあ、地下鉄乗ればちょっと観光できるぐらいの場所に行ったような、えっと、記憶があります。でこれがですねオワンクラゲをデザインしたネクタイっていうのをマーティーマーティー まあ私もマーティーと呼んでるんですけどマーティーがしていてこれは下村先生にもらったものだと言われてましたでまあみんなでこうちょっとまだコロナの前だったのであのイタリアンレストランにいて楽しくお食事をしたりとかもしておりましたでまあちょっと話をまたちょっと学問的なものに戻りますが線虫はですねあのいろいろな環境の刺激に応答します まあ、温度味匂いそれからその触覚ですねあのこう触られたこととかでそれをですね主に頭の先端にある感覚感覚器官あるんですけどそこで感じますそれでその情報がその、まあ、例えば私たちは温度をやってるんですけど温度を感じたっていうことが伝わりましてこのえっ、ー、と ここに、まあ、細胞体っていうかこれ同じ一つの神経細胞ですがで、えっと、細胞体っていうその丸,い丸いものがありますそ,そこに核があります細胞の核ですね DNA が入ってる核ですでそこを通してここの,このちょっとこの丸くなってるこれがですね神経管というナーブリング英語ではナーブリングと呼ばれていて いろいろな神経細胞のいわゆる軸索と言,言うんですけどそ,のそういうものが束になってるんですね束になっていてそこで、まあ、最初の方にお話ししたシナプスで接続が行われていますつまりここでネットワーク神経回路ネットワークがえー、っとすごいレベルでと言ってもまあ200 302個のうち200細胞ぐらいなんですけどそのぐらいの間でこういろんなネットワークが、えっと、形成されています。なので線虫にはいわゆる人間のような脳という構造はないんで、まあ、小脳とかありますよね大脳とかそういう構造はないんですけどもここが線虫神経管が線虫の脳だというふうに我々私たちは思って、まあ、研究をしています。 で例えば温度、まあ、味、そういうようなものを感じ取った後に、例えば好きな匂いには寄っていきます。誘引されますし、嫌いな匂いっていうのもありまして、そこからは逃げます。で温度を我々はやってるには理由があります。そこをお話ししますね。で、これあの、温度に対する応答性を温度創生っていうふうに、まあ、日本語で言うんですが、 これはですね、1975年に、これちょっと英語で、まあ、人の名前なので、ヘッジコックラッセルですね、ヘッジコックさんとラッセルさん。この2人の方が1975年に、えっと、温度創生っていう非常に面白い、興味深い行動があるよっていうのを報告されました。でその時に使った、えっとこう、温度勾配を作る装置。 装置ともは言えないんですけどあの非常に簡単にあの温度勾配を作るやり方です。でこのヘエドワード・ヘジコックさんっていうのはラッセルさんのラボの研究室にいたんですがこれは卒業研究でやったっていう、まあ、ちょっと天才的によくできる人なんですがこの9センチのいわゆるシャーレってありますよね多分皆さん高校生の皆さんも使われると思うんですけど ここにこのちょっと寒天が固まってるものがありまして、それをこうアップサイドダウンにしますね。裏蓋が下で、えっとその、なんていうか、寒天が入ってる方を上にします。で、ここにですね、直径が2.7センチの、えっと、ガラスのバイアルですね、ここの中に凍った酢酸が入っています。 で酢酸の融点は約17度なので、こういう状態にしたときに、酢酸は17度で溶けます。どん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 水っていうか液体になっていきますけれども、ここはずっと冷たいわけですね。17度を供給しているので。で、この、ここの部屋の温度を25度にすると、まあ、ここのサーモグラフィーで見るようにですね、真ん中が、 温度が低い17度か18度それで周りが25度という,こう放射状の温度勾配ができますでこういう装置っていうか、まあ、装置とも言えないんですけど簡単なのでこういうところに線虫をこの例えばこのバツ印のところですねここにあのこれ裏側に置いてるんですけどとなるとどういう行動をするかっていうのを見ていった っていうのがあります。そうすると実は飼育温度に向かっていきます。で、これがあのこれ、これやった。これ、私がやって発表してないので未発表データのでいくえ森で書いてありますけど。戦中は過去の飼育温度を覚えていまして。 餌としてて大腸菌を与えています、まあ、特別の,あのシドニー・ブレナーさんがもともと使った大腸菌なんですけどそれを与えて、まあ、34時間飼育してると例えば15度飼育ですねで飼育34時間した後にこのバツのところに1個体 1mm の成虫を置きます。 1>, で1時間ぐらいこの軌跡を見ているとですね、こういうふうに低い温度に行きますで。20度で飼育した場合は、こういうふうに約20度ぐらいのところを全身運動をずっと繰り返すということをしていますで。25度で飼育した場合は、やっぱりその外側の25度の方向に行くと。つまり、えっと、私はあのアメリカで博士号を取った後に、九州大学にまあ、 えと就職、まあ、採用していただいたんですけどその時に温度創生は非常に面白いと思った理由はですねあの神経っていうのはとてもこう仮想的っていうんですが我々とても柔軟性がありますよねいろんなものにこう,なんていうか適応するっていうかでその神経の仮想性っていうのを非常に直接的に観察ができる行動だと。 これを使うことでいろんな、まあ、脳の仕組みですね線虫を使うんですけれども人に通じるような脳の仕組みが分かるんではないかというふうに思ってこれにこの研究に着手しましたでこれもですねこれ日本にあったんですよアメリカにはなかったんですけど1 3ンチ× 1 0ンチっていうこう角になったプラスチックのシャーレが日本にあったんです あこういうのもあるのかと思って、ここにこう寒天を薄く巻いてあげてですね、あのあの飼育温度といって、まあ、変温動物なんですけど、線虫っていうのは、15度から25度の、まあ、どこかの特定の温度で飼育します。で、この場合も、えっと、餌である大腸菌を与えています。それを3、4時間与えた後に、この20度辺の付近に、 ここには直線上の温度勾配ができるように、まあ、あのそういう装置を作って、えっとまあ、で,きるできているという状況にしておきます。でこの20度付近に200個体ぐらいの線虫を置いて60分経った後にどうなるかっていうのを見たのがこの下の、えっと、このプレートです。 17度で飼育した線虫は低い温度に行くし、20度飼育の線虫は真ん中辺で、ちょっとばらばらしてますけども、えー、行きますし、23度で飼育した線虫はまあ高い温度ここの、ここのエリアにおいての高い温度の方に行くということですね。こういうあのその1個体の,あのなんていうかな温度創生を見ることもできるし、 200個体、300個体いっぺんに、えっと、行動を、温度創生、行動というものを見ることもできると。こういう経過を立ち上げました。日本に帰ってきて立ち上げました。それでですね、まず一番最初にやったことは、その神経回路が大事だ、大事だってずっと唱えていたようにです、ね、温度創生っていう行動に対しての神経回路はどういうものなのかと。 ということをまずやりました。それは九州大学にいたときにやりました。で、この神経回路は、えっと、まあ、温度創生とか化学、まあ、化学物質に誘引される化学創生の神経回路がきちんと決まっているっていうものはですね、この時代になかったんですね。なかったので、まあ、結構最先端な感じの研究をやりました。で でですね、まず大事なことは302個の神経細胞は同定化の全てに名前,をついてる名前がついてるって申し上げましたよね。でそれがその先ほどのようにこの線虫の脳の部分っていうここに集中してあるわけですで1年ぐらいかけてまあその知り合いの、えっと、アメリカ人の女性研究者コーリー・バーグマンっていう、まあ、今すごい有名な方なんですけど。 夢になっっちゃったんですけどコーリー・バーグマンに多分千1000通ぐらいのメールは送っています。それで彼女は、えっと、それがその童貞ができる当時童貞この神経細胞の童貞ができる5人ぐらいのうちの1人だったので彼女にメールをして、まあ、修行してですねこの辺の神経細胞のあのがどこ,にどこに何細胞の、まあ、これ細胞体ですここに核があります。 核があるかっていうのをあの、まあ、聞きながら自分で観察しながら1年はかかりました。まあ、そういうような時代でしたね。で、まあ分かるようになってそれでやったことは、まあ、これ例えばですねちょっと分かりにくいと思うんですけどここにちょっとこうへこんでるような感じのものがあると思うんですけどこれが神経細胞の例えば ASH 神経細胞の 細胞体、つまりここに核があります DNA があるところですねでこれを同定します同定してそこでですねここ私はこの AWC 神経細胞にをめがけてあのレーザーを照射しますこ,あのこの線虫はですね麻酔がかかっている幼虫なんですけどもでちょっと時間が経って多分23分経って うとですね、こういうふうにちょっとこう焼,き焼き殺されるような状況になります。しかしか他の神経細胞はあの生きているままですでこういうことをした後に温度創生があこれ幼虫でこういう操作をしているので温度創生はまあ大人にしてですね、えっと、異常になるかどうかっていう一連の実験をしました。でそれがこれです。 でこの三角形は、まあ、形状から、えー、と刺激、環境の刺激を受ける感覚ニューロンっていうんですけど、感覚神経細胞だと思われているもので、この六角形はですね、あのそれをこうその情報を、環境刺激を受ける細胞からの情報を受け取る介在ニューロンっていうんですけど、えーと イン,インターニューロンって言いますがそういうものだと思われているものです。この丸が1つありますがこれは運動ニューロンです。運動ニューロンというのはここから出力する場所は筋肉細胞です。なので体を動かす直接の筋肉細胞に神経細胞が、まあ、その言葉で言うと「投射してる」っていうんですけどつながってるものです。 でですね、まあ、ちょっとヘジコックさんのその後の論文からですね AFD という神経細胞、感覚神経細胞が温度を感じてるかもねっていうようなちょっと論文があったんですね、1983年ぐらいに出たんですけど、でそれももちろん読んでるので、じゃあ AFD からまず殺してみようと思って、AFD を殺しました。 そうするとですね、こういう温度勾配がありますよね、放射状に、真ん中が17度ぐらいで、周りが25度ぐらいのこのレコード板みたいな温度勾配のところに、そのレーザーで手術した線虫を置いてみると、こういうような異常が出ました。これ、本来なら20度で飼育してるので、20度の辺でこの丸を描くようなあの行動をしなきゃいけないんですが、それがみんな異常でした。 そうかとじゃあやっぱり AFD は温度を感じているニューロンなんだなっていうふうに思いました。で次は AFD が化学シナプスをしている AIY という介在ニューロンですね。その AFD からの情報は AIY に行くっていうのはその化学シナプスがたくさん作られているので多分そうだろうと、まあ。つまりその構造からおそらくその情報のが 伝わっていく伝達されていく場所は AIY であろうということが推測されます。ですので次に AIY っていう介在ニューロンを、まあ、殺しました。それで、えっと、大人にします。大人にして温度創生テストをしてみたところどの個体も20度で飼育されているので餌,餌をもらいながら。にもかかわらずみんなこう低い温度に行っちゃったんです。あれ 思思っってて低いい温度に行くのかって思いましたそれでその後にですね、えっと、実はこれ AIZ という介在ニューロンがありまして AIY からの情報は AIZ に行くらしいと生きうるつまり AIY から AIZ に AIZ に対して化学シナプスをたくさん作ってるんですね。 ですもう一番最初にお話ししたように、科学シナプスっていうのは方向性がありますよね。なので、AIY から AIZ の方向に、まあ、何か情報っていう、まあ、ちょっとそこになるとコンピューター用語で申し訳ないんですけど、情報が伝わっていくということが推測されるので、じゃあ今度は AIZ、a i でのことです、AIZ を潰してみようと思ったんです。 AIZ を潰すとす、ね、なんとこれ逆にですね20度で飼育されているのにもかかわらず、すべての個体が25度の方向に行ってしまいました。で、これを見て、なるほどと、なるほどってあのあの言うのは簡単なので、もう何でも考えたんです。なんか AI オを殺すと、みんな低い温度にいっちゃう。 AIZ を殺すとみんな高い温度に行ってしまう。ということは何かしらの AIY と AIZ でバランスを取ってるんだなと。でつまり、えっと、非常に抽象的で申し訳ないんですけど AIY っていうし、まあ、これ、介在ニューロンっていうのは、まあ、温度情報が AFD から来てこう殺すと低い温度に行っちゃうってことは AIY は線虫が高い温度に行く。 っってていいう,こう駆動力みたななものをになってる神経細胞だろうと思いました。で AIZ に関しては潰した時にみんなその飼育温度よりも高い温度に行っちゃうので AIZ が生きてる時っていうのは線虫を低い温度の方に活かせる駆動力を持ってる神経細胞だというふうに考えました。 でこれからいろいろな複雑なことをやっていくんですがあ,あんまり複雑にいろんな神経細胞を同時にこう殺していくと線虫、ね、が動かなくなったので、まあ、いろんなことをやった中で最も情報が得られたものがこれなんですよね。AFD っていう、まあ、おそらく温度を感じる神経細胞と AIZ ですね。これを両方殺したときに 完全に温度が分からない。まあ、温度勾配上で温度が分からないように動きました。つまり私がずっと気になってたのはですねこれなんですよね。AFD だけを殺すと、まあ、たまにこのなんていうか、この、えー、と低い温度に行ってしまうような線虫がいたわけです。これは高齢性ってまあ日本語で名前を付けてますけども、これは、えっと 低い温度が好きになって,、まあ、なんていうかな積極的に低い温度に行っているのかもしかしたら高い温度が嫌いなので結果として低い温度に行くのかそれは分かりませんけれどもいろいろ出るますよねこれ、これがすごく気になってたんですよ。だから AFD だけが温度需要ニューロンであれば AFD を殺したら温度が感じられなくなるはずであると。 そうじゃないなとで、これをやったときに完全に温度がわからないようなあの異常が出たのでそこで考えたのは AI この,そのネットワークの情報ありますよね。あの私がもうあの九州大学にいるときもあったのでそれを見てネッ,トネットワークというのはシナプス結合がど,どこかでど,どこかどういうふうになってるかというのはあったのでおそらく AIZ に対して X っていうなんかまだ分かんないその温度を感じる神経細胞から AIZ に情報が入ってるんじゃないかとそういうふうに考えました。でまあ最終的にはこういうモデルを出して温度の需要っていうのは AFD とおよびこの X っていうまあ分からないけどもそういうものがあるんだろうとそれで、えっと、飼育温度と餌、えっと、ですね餌と学習しするので つまり餌がなくなるとですね飼育温度が嫌いになったりするのでその神経の過疎性ですよね学習とか記憶っていうのはおそらくこのインターニューロンのところでやっているんだろうというふうにまあ論文を出しましたそれが1995年なので、まあ、実にですね自分で言うのも何なん,なんですけど温度創生の論文としては1975年に論文が出ていてそれから20年たって、えっと、私が日本に帰国して 95年に論文が出たと、まあ、そういうことになりましたでまあこれがまあ結構大きな仕事にとして認められ名古屋大学で研究室を持つことが許されたというような感じですねでいろんなこえででここはもう,こう,もうその最近の話なんですけど今は、えっと、この人が中野講師塚田,塚田助教ですねこう,いうこういう人たちはえっと研究員だし だった人で、えっと、この人は大学院生だった人です。で見ていただきたいのはこういうようないろんな装置がありますよね。あのうちは一応生物学の研究室なんですけどこの装置は、えっと、オリンパスと共同開発しました。それで何がしたいかっていうと行動ですね線虫の動きを自動的に追尾するあとは神経活動を可視化する、まあ、これイメージングっていいますけど英語でイメージングをする。 それから光連絡って言って、光でその神経の活動をこう操作する、人工的に操作して、どういう結果が得られるかっていうこともやれるような装置ですね。これをオリンパスと共同開発するのが1年から1年半かかりました。まあ、そういうものがうちにはあります。で、いろんなことがあるんですが、ちょっと時間がもうあれなので。 あとは、えっと、いわゆる遺伝学を使って突然変異体をとって温度創生が異常になるっていう突然変異体をとっていろいろ解析してみるとですねなんと筋肉細胞から女性ホルモンが分泌されてそれでこの AFD に働きかけをするっていうことも分かりましたし例えば皆さんご存知のインシュリンってありますよねで線虫にもインシュリンがあります。 このインス1っていう、インス1からインス30ぐらいまで多分あるんですけど、インス1っていうのは人のインシュリンに一番よく似てるもので、このインスリンがの異常ではですね、飢餓があの餌を与えられないとシーコ温度を避ける行動がするって言いましたよね。だけど ケガをお腹が,が空いていても、まあ、餌が与えられても、とにかくシーコンドに行ってしまうという異常、それは異常なんですが、そういう突然変態を取ったんですよ。で、その、どこの遺伝子がダメになってるかって見ていったら、インシュリンだったんですよ。それが。まあ、そういうことがあって、で、実はですね、あの、ちょっともう時間なのであれなんですが、えっと、この AFD というのは、 温度を感じるだけじゃなくて温度の記憶もやってるってことが分かりました。でそれはですね、あの今、名次第で研究室を持ってる木村孝太,太郎君というか、まあ、木村孝太郎教授が、えっと、う,ちにでけうちに研究員をやってる時に最初に分かったことなんですけどこれ、餌を与えますよね。餌を与えて あの15度で船長を飼育した場合20度25度で飼育した時に温度の刺激を与えました15度から17度17度から19度2度ずつこう上がっていくっていう、まあ、当時はですねこの2004年まあこれこの研究実験とかをやってる木村君が実験やってるのが2002年とか多分その辺なのでまだもう原始的な装置しかないんですけど当時は。 でこれですごく面白いことにもうこれ見て驚いたんですがこれはカルシウム濃度を見ています細胞の中のこれは AFD の,の温度を感じるって思ってまあ思っている AFD の、えー、に対しておおがどういうカルシウム濃度変化をするかっていうのを見ていますで15度で飼育するとですね この辺から温度、温度の、なんていうかない、こう上昇が低い温度ぐらいから、こう、反応が始まるんですよ。こういうふうに。しかしながら、25度で飼育した、その、えっと、線虫に関しては、この21度から23度からカルシウム濃度が上がる。つまり、あの、AFD の活性が高いことが分かりました。 つまり25度で飼育された線虫はです、ね、この辺の15度から20度付近の温度上,上昇には反応しないんですね。あらまあ,とあこの時にえっと使ったカルシウムをがを細胞内のカルシウムと結合して、まあ、光るっていうそういうカルシウムインディケーターというのがあるんですが。 この時に使ったのは、えっと、カメレオンという、実は、えっと昨日か昨日か一昨日に、あの学士院賞を受賞されている宮脇淳さんというのが理化学研究所にいますが、まあ、彼から、えっと、もらったんですね、えっと、論文が出る、出ないぐらいの時にあに、このカルシウムあのカメレオンというのを彼が開発して、それをもらったんです、ちょうどもらったもらってこの実験を始めました。 あらまあと AFD って温度を感じてるだけじゃないのただのただのと思ってたんですが木村君は森さんもしかしたら AFD は記憶もしてるんじゃないかって言われてそんなバカなとで思ったら木村君は正しかったんですで AFD は温度をまあ需要温度の刺激を受容するだけじゃなくて記憶もするのかっていうのが次の問いになりますよねというのも でも AFD で本当に記憶が形成されるかどうかっていうのはちょっと不思議、ちょっと本当かなっていうのは、なぜかというと、やっぱりこのネットワークの中に、これリアルなネットワークなんですけど、あのかなりちょっと分かりやすいように省略はしてますけども、AFD に対してまあシナプス的な入力もありますし、AIY に出力もしますし、いろいろ、ちなネットワークの中にいるので、 AFD で温度、温度記憶が形成されるかどうかというのは謎でした。で、他のニューロンとの接続がなくても AFD そのもので記憶ができるのかっていう問いが立ちます。でそこでですね、だいぶ時間がこう経つんですけども、AFD ニューロンの培養系が必要じゃないかという話になって、 それを作ったのが小林京子君って言って、今、えっと、大阪大学に、熊本大学、ちょっとすみません、えっと、今あの、熊本大,そあの今あの大学の助教をされていますあの。今、マウスをやってますけども、彼がすごい苦労をしてですね、培、ま、養、あ、系を作りました、線虫ので。これが AFD 細胞です。AFD 細胞に対して温度の上昇刺激を与えると、 17度、20度、23度で培養された AFD 細胞は、それぞれ自分が培養されている温度付近でカルシウム濃度が上がると、まあ。活性が高まるということが分かりました。ということで、そうか、シナプスがなくても、細胞というのは、神経細胞というのは温度を記憶することができるのかってなりました。 で温度は、えっというか、細胞は記憶できるっていう話は昔からあるんですけれども、化学物質を受容する、えっと、細胞では、ここら辺がそうなんですが、そういう細胞では温度上昇に対してえ何も反応しないので、やっぱりこれは AFD という、まあ A、温,度温度を受容することに特化した細胞で起こる記憶なんだなと思った次第です。 いやもうちょっと時間が全くないんですがこの光連っというのもいろいろやりましてあの非常に複雑なこともやってでこれはあの、えっと、オリンパスとの共同開発したものでこれはです、ね、こう1ミリメートルのものをずっと追いかけます。これどうやって追いかけているかというとあの上から,上から,上からこのレンズが来るんですがレンズが動くんじゃなくて下のステージが動きます。 これ重心を計算していて白いところと線虫黒く見えますよねこれをあの黒い場所の重心を計算していてその重心が真ん中になるように下のこう線虫を置いているプレートのところを動かすようにしています。 で、線中の時間と個体の位置が全部記録されているので、例えばこの線中がこういうプレートのところでどういうふうに動いたかっていうのも、えっと、全部こう記録が残るようになっています。これが2011年で。この桑原敦君というのは、えっと、最初にあの私の研究室で博士号を取った人で、今は神戸の江南大学の教授をや,やっています。線中の研究をやっています。でですね この AIY なんでちょっと変な形で申し訳ないんですけどこの AIY っていうのが、えっと、私が思ってるのは AIY っていうのは、えっと、つまり、えっと、こ,こ,あのここだけはちょっとお話しさせていただきたいんですけど20度で飼育した線虫餌が与えられてそういう線虫っていうのはこう,いうこういう温度勾配場に置かれた時にあの放射状の 20度付近にこう、20度付近をぐる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 回って、餌が来ないかなって、あたかも擬人化すると、あたかもこう待ってるような感じで全身運動をします。後ろに、あの後ろに下がりません。で、これはですね、ある種なんか、エクスプロイテーションっていって、あの、なんていうかな、経済学でも言うんですけど、エクスプロレーションから説明したところが早いですよね。エクスプロレーションと、ね、エクスプローラーなので、 探索行動なんですよこの場合はですねえっと餌がないんですとある温度で、まあ、例えば20度で飼育されてるんですけど大腸菌与えられなくってなんかすごくおお腹が空いてるような線虫です。こういう線虫をここに置くともうなんか、まあ、20度に行っても餌がないと思ってるのかどうか分かりませんけど行動としては20度に行かなずに。 もう,うろ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 しちゃうんですね、線虫が。まあ、20度を避けることもあるし、避けてるって感じもあるし、まあ、とにかく新しいあの温度を探索してる感じです。で、こちらは餌与えられ20度で餌があるってことを記憶しているので、まあ、20度にとにかくいれば、いつか餌はもらえるんじゃないかとと思ってるような感じです。で、これはですね、エクスプロレーション・エクスプロイテーション。 っていうこれ探索・搾取問題になるなと思いました。つまりどういうことかというと AIY、AI まあ、AFD はです、ね、とにかく温度あの、えっと、お腹がすこうがお腹がい満腹であろうが AFD は温度は記憶しちゃうんですよ。もう地球上から温度を消すことができないんですけど AFD は温度を記憶します。なので その下のにいる AIY という介在ニューロンはその環境が良かった AFD で餌をもらっていた場合はですねおそらくゲートを開けるつまり AFD の情報を、まあ、あの運動回路というか、まあ、線虫ってこう首を振るようにこうやって動いているんですけどそこに情報を伝えるんだろうと思いますで伝えるとですね この AFD の記憶が、えっと、モーター回路のモーター回路、これちょっとこうなんか確率論的にこの起こるわけですね。線虫は動かないっいうことがありえないのでずっと動いてるんですけどそれはまあいろんな確率的にこうちょっと後ろ下がってみたりみたいなこともするんですがそれよりも勝つ記憶が勝つ。なのでこういうあの、まあ、保守的な行動ですよね。 20度にずっといたら餌がもらえるんじゃないかと思っている状況だけど AFD で記憶した、まあ、温度は記憶してるんだけども餌がないっていう情報がおそらく AIY にも入ってくるんだと思いますでその場合は、ね、AFD の, AF の記憶を AIY が下のモーター回路に伝えないとそうするとモーター回路そのものはそのサイコロ振ってるんですよね なので、こう、最近振ってるっていうのは、そなんとか確率的にちょっとこう、いろいろ動くので、そっちが勝つ。ということは、探索、結果として探索行動っていうものにつながるんじゃないかと。なので、この AIY、まあ、ちょっとこれ AIY が代表選手なんですが、ちょっとその下の,、えっとあのまあ、神経、介在ニューロンも含めて、そこら辺がですね、このモーター回路の上にあるインターニューロンですね、そこら辺で、 多分計算していてこれはもう何ていうか、まあ、20度に行くことを諦めて探索した方がいいのかあるいはちょっと20度に行ってみ餌はないけども20度にずっと居続けた方がいいのかっていうのは人間の問題と経済学の問題ともつながります株を売るのか株を買うのかっていうこととかあとそのえっとここのこのタイミングで私はこうするとか このタイミングで私はこうやらないとか、こっちをやるとか、大学も名古屋大学じゃなくて東京大学に行くとか、そういう選択とかですね、まあ、そういうことにもつながって、これ、意思決定ってまあ言いましたけど、意思決定の問題につながると思っていて、この問題を解くことは、意思決定の仕組みを明らかにすることができると。で今のところ まあその最もシンプルな意思決定のモデルというかシステムというのがこれでないかというふうに思ってまあ頑張っています。でちょっとちらっとですけどあの、まあ、あのマウスラッドそれとかの,あの論文読みますよね論文を読むとですねすごく線虫とちょっと形は違うんですけどよく似てるんですね。あらまあ、みたいな。違違ううんんですよ違うんだけどなんかやっ 知てる仕事的にはちょっと似てるなっていうのがあのあと私の中ではすごくもうクリアに分かっててだからまあよく言うんですが脳は脳たる構造と機能は持ってるんじゃないかと思ってます。線虫から人まで。もちろん線虫は喋ることはできませんしものを見ることはできないんですがそういうこともあり得るんじゃないかっていうふうに思っていて。で実はまあうちの 研究室の話でちょっとだけあのちょっとお話ししたいのが、えー、とこれ松山宏典君というのは、まあ、今特任助教で、まあ、教員をやってるんですけど名古屋大学の理学部の,あのぶ物,理物理出身ですで。彼の専門は数理物理学です。で数理物理学をやっていて、まあ、生物のシステムをちょっと見てみたいってことなのでうちの研究室に来たんですが。 最初研究員やっていて、えっと、いつからかな、えっと、最近4月からかな、あの教員、まあ、特任教員という形で、えっと、教員をやってもらってるんですが、やっぱりさすがに物理学者の考えることはですね、まあ、生物学でトレーニングされてきた、まあ、我々とは違う方向から入るんですよ。まあ、それはやっぱり、まあ、だからうちの研究室にいてくれてすごくいいなと思うのは、いろんな、 いろんな側面からものを見る人がいるってことが私の研究室の強みだと思っています。彼はグジュグジュしてます。例えば RA って神経細胞ありますよね。あとは SMD とかこれモーターニューロンですよね。筋肉にすぐに行くので。これグジュグジュグジしてるんです。これ普通生物学だけやってた人はグジュグジしてて分かんないってなるんです。だけど彼 彼は、えっと、ここはですね、頭の,あの首、SMD に関して言うとですね、これ、これ、SMD に関して言うと、頭の首振りを、首振りを決めてます、コントロールしています。で、実はその、頭からちょっと後ろの方になるとですね、この,、まあ、この,このグレーのところ、赤いところというのは筋肉細胞なんですけど、先中はその1ミリの線虫は95号の神経細胞を持ってます、体の側面に。 でここのグレーのところっていうのはです、ね、背側と腹側しか行かれないんです。だけど、この頭のところですね、あの赤くしているところは360度動かすことができます。で、RA っていうのは、SMD をコントロールしてるので、つまり頭の、頭の首振りの方向性を決めているというふうに思っています。 でもこのぐじゅ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 しているのを、まあ、松山君はこれをどう料理するかっていう感じなんですけど、まあ、彼としてはえっとフリケンシーを決めてえっと一応この辺のこの辺の辺活動っていうのはこのぐらいの,このジグザグっていうのがどののぐらいのそのまあ何ヘルツぐらいでこうジグザグするかっていうのを決めました。 でこれが、えっと、結局、彼のあれですけど、えっと、だから SMDD っていう神経細胞を取ったときに、神経細胞があって核がある場所、それが一番上ですね。で、このデンド,リデンドライトっていうのが、えっと、なんていうか、まあまあ、軸索のところです。あの軸索じゃなくて、次、え、乗、っと、突起のところです。SMDD っていうのがアクソンで軸索のところで、ちょっと SMDV はちょっと忘れてください。 でこうやってですね、何ヘルツかっていうのをもう分布を見てみると、やっぱりこのブルーがあったり、えっと、赤かったり、フリーケンスがやっぱり違う。つまり、SMDD の個別の場所では異なる演算、もうちょっともうなんか物理学も入っちゃってるので、演算が行われてるっていうことを示唆しました。で、まあ、これは論文、2020年の頭ぐらいにも論文にしています。 でちょっとこれ見ていただきたいんですけど、今いろんなレベルでちょっと全部動きます。で、やっぱりこの一、この右上ですね、この右上のここまでずっとズームインして、これを見るってことは、この高速トラッキングっていうのが必要で、これはまたちょっと違う、会社と東北大学の工学部の先生たちとの共同開発をしました。で 右下を見ていただきたいんですけど、これはですね、200個体を同時に見てまして、でこれもそのどのぐらいのこうアングルで右に行ったか、左に行ったかっていうデータが取れます。あとは、ちょっと見にくいんですけど、この左を見ていただくと、ABC っていう場所がまあ神経細胞があるとして、それをずっと追いかけることができるとこの、このレベルで、そのズームインした状態でできるということですね。 あとはもう、機械学習を使うとか、そんなことでもう時間がないのでやめたほうがいいような気がします。であとはですね、あの理学研究科の不作のニューロセンス研究センターっていうのをまあ2017年に卒卒あの4月に創設しました。で、ここに、パッと見てお分かりのように女性がすごく多いです。 で上河内梓さんは、まあ、あの教授で小獣倍をやられていて、こう今、このユウ先生はあのもうちょっと今、アメリカに帰られたんですけど、まあ、ともかく、名古屋大学の、まあ、理学部は特になんですけど、女性が、もう研究者が非常に多くて、日本で一番多いと思います。で、活躍できるというか、まあ、大きな顔ができるというか、まあ、そういう場所だと思いますね。 であとは、えっとまああの、こういうあのニューロサイエンス研究センターで国際シンポジウムをやり、あのま、マーティも2回来てますし、私の先生も、えっと、来てくださって、国際シンポジウムもあるし、あとは、えっと、いろいろんなこの国際的な、えっと、研究の連携みたいなものをしているということですね。あとは雪印メグミルクの研究室も実はありまして。 えっと今はも,うもっと大きい学生さんもいるので大きいんですけど石本さんというのと野間野間さんというのが、えっと、教員です名古屋大学の教員で村上さんと日暮さんというのは育らの研究所から派遣されてきた、えっと、研究員の方で、まあ、こういうこともできている、まあ、ぜひ名古屋大学はあの一流の科学者を育てる場所ですし一流の研究している人が多いので まあぜひあの皆さん聞いていただきたいと思います。以上で終わります。どうもご清聴ありがとうございました。はい森先生ありがとうございました。えー、森先生のあのこれまでの研究、えー、非常に長い間、えー、それから集中的に研究をされて、えー、成果を出した当時の論文のご紹介をいただきました。 さて、えー、あとですね、実は時間が7分ほどとなっておりますので、えー、質問、今6ついただいてるんですが、ちょっと先にいただいた質問からですね、答えていきたいと思います。はい、はい。先生、一旦あの、共有は、画面の共有は外していただいて大丈夫です。はい。まずですね、Q&A、えー、先中の細胞の数に個体差はないのですかというんですが、まあ、これはないと考えて、 よろしいですか、ね、はいとこないです、はいはい、これはまあ線虫に限らずまあ生物なんでも同じ種であれば基本的にはそれは分からないんですけど線虫その C エレガンスに関しては個体差がないはいそうしましたはいありがとうございますそれから2番目の質問なんですが、えー、302個の神経細胞のネットワークと働きが分かってくれば コンピューター上に線虫を再現して刺激に対してどのように反応するかをシミュレートすることができるように思います。そうした研究は進んでいるのでしょうか。あ、進んでます。それはですね、今の段階でもあのいわゆる構造が分かってますよね。302個がどうやってつながってるかっていうのでもう推測して、例えばこっちからあの情報が来たら興奮するとか、まあなていうか抑制されるとかそういうことで。 いわゆるバイオインフォーマティクスっていうかコンピューターサイエンティストたちの標的になってて線虫一番やりやすいのであのいや私たちもあのちょっと数理,数理物理学者の、えっと、まあ理化学研究所の人たちと、えっと、共同研究で線虫が温度勾配上どうやって動くかっていうあの動画みたいなのを作ったこともありますしだからもうおっしゃる通りで、えっと、情報がまだ足りないんですよね。 でホルモンみたいなものっていうのは、えっと、接続関係ないですよねあの、飛んでくるので、それもあの、そういうことも分かってくると、えっと、非常にリアルな感じで、えっと、それがコンピューター上に再現することができると思います。まだ、えっと、そんなにあの精度が高いっていう感じではないです。はいはい、ありががととうごございいます,すごくコンンピュータサイエンスともこう親和性が高い あの研究を森先生もされてるのかなと思って私も聞いておりましたあそう,ですうちの,あの,あの塚田祐樹君っていうあの助教の人はですね、えっと、情報科学いわゆるコンピューターサイエンスで博士号を取った人ですなるほどだからそのコンピューターサイエンステストもいるし数理物理学者もいてでいわゆる遺伝学者もいてあのうちのスタッフは。そそういうい人たちがだからその わ私,私の命令に従うんじゃなくて、みんなが知恵を絞り合うというか、そういう形で学際研究になっていて、でぶ物理やってても、別に生物ができるっていうんですかね。っていう、まあ、研究室になってしまいました。生物 <laughs> 学っていよりかも、なんかちょっとこう、理学みたいな、理学全体みたいな研究室になりました。はい、はい えっと、3番目の質問なんですけど、ちょっと大きな質問ですが、理学研究の最終目標は医学の発展なのですかという質問が来ていますが、先生はどのように理学研究の最終目標は、はい。医学の発展なのですかっていう、お医者さんの意ですね。多分、最初に認知症とか、あの、発達<あ>障害の話とかしたので、こういう質問が来たのかなと思いますが。えっと、理学の研究そのものは、えっ、ー、と、 うーんまあ、それ自身やることが大事だと私は思っていますつまり役に立たない, <laughs> ない,ない実学農学は実学,学農業の脳ですね農業の農、うん、農学は作物を作る畜産やるまあそのなんとかまあ稲をちゃんとうまいことをおいしいお米を作るとか例えばそういうことにすぐつながりますで医学も病人を治す っていうことにつながりますすけど理学はですね基本的には何にもにつながらないわけですね。もともと貴族の学問で始まっているので始まらないんですけどでも神経回路がわからないとアルツハイマー病がわからないわけです結局結局だからこうでその雪印は乳酸菌とかヨーグルト作ってるのでそこがわからないとあ それがですね、どういう効果があるかっていうのは、ちょっとまあ、ちょっといろいろ知財もあって、特許も出してるので、ちょっとは言えないんですけど、いろんなことが分かってきて、乳酸菌がどういうふうに効くのかってことが、まあ、症状外と線虫の実験を使ってですね、相当分かってきたんですね。だから、今まで、だからそ、それが分かってくるっていうことが、すごく重要だと思います。医学にはもちろんつながります。医学部とも共同研究をやっています。 創薬会社とも、あの、共同研究もやっています。森先生が戦中にこだわる理由、こちらの研究分野をこう開発されてあの開、開いてこられた、そこの,あの思いっていうのはどういうところにあるんですかえっとや、私、あの、修士課程まで日本で症状媒をやってたんです。うん症状媒やってて、 それでまあ、ある種、なんていうかな、まあ、症状はやってたんですけど、まあ、進化とか、数理、理論生物学とか、まあ、あの生態学とか、まあし、なんか、そういうものをやってたんですけど、アメリカに博士課程で行きました。で、戦中の、やっぱり、何も分かってないんだけども、意気込みですよね。10年かかって細胞分裂全部見たとか、 新規の,のネットワークは電子顕微鏡の写真2万枚を15年かかってどれとどれが接続されてるかを見た人がいるんですよ。だからすごい戦略的で、そういう情報がちょうど出始めてる時に私がアメリカに行ったので、これはもう私は多分あの方向性としては広がるんじゃなくって、もう追求して深く深くいくタイプなのできっと。 なので、少女が捨てたんです。すみません。症状が捨てて、で、日本で、その戦中やってる人が、なんかもう、例えばその旧帝国大学でいなかったので、もう、何のしがらみもないわけですよね。で、アメリカでも叩き込まれて、アメリカの、だからその世界と戦う研究者、だからみんなその、 知り合いがノーベル賞を取ってるわけですよね。なんかマーティーハーイとか言ってる人たちが、アンディーとか言っ,て言ってた人たちがみんなノーベル賞が取っていくので、まあ、それが当たり前だと思っていて、それがなんか賞に合っててで、みんなやっぱコミュニティがすごく、なんていうのかな、みんなこう、私あの、MIT のボブ・ホルビッツってノーベル賞2002年に取ってる方なんですけど、あのいあの日本に来られたときに、郁恵は何をや,や,る,やるのって聞かれて、温度創生やることにしたって言ったら、 そのあのボブ・ホルビッツっていう先生があそうかあのあの行動はすごく面白いからうちの研究室でもやろうと思っていたでも育英がやるんだったら任せたって言われたんですよ、うん、その時は私31歳ですよ <laughs> 任せたってそういう感覚がやっぱりあってだからみんなこうなんていうかな自分の今に何てか使命があってそれをこう使命感を もちろん研究も楽しいですし、そのコミュニティを作ってこうやるっていう、そのムードがやっぱり私は大好きだったんですね。なので、もうそのムードも好きだし、新しいことにチャレンジするっていうことでもなんかゼロからやるっていう、なんかその、なんていうかな、解放感みたいなのをすごくアメリカで感じて、それでもう、戦中に行きました。で、結果として、やっぱり掘り下げる人間だったんです、私が。 私、数学科に行こうか生物学科に行こうか迷ったみたいな変な人なので,でもそれもなんか満足さられてるから、まあ、そういう感じですよね、私の中では。